前から狙うよ、前から行くよ、前から降り降り降り行け行け、いやいやいや、番号6番、浅田圭介です。今週ビデオ頑張ります。今山口でお世話になっている方からイチゴが届きました。開けてみたいと思います。サチノカという品種らしいです。めちゃくちゃ赤いです。この後ご飯食べるときに一緒にいただきたいと思います。静岡もイチゴが有名だと思うんですけど、まだ食べれてないので静岡のイチゴとも比べてみたいと思います。今日はバターチキンカレーを作りたいと思います。カレーを作ってます。玉ねぎと生姜、にんにく、ローリエを入れてまずは炒めていきます。隣ではブロッコリーを磨いてます。さっき炒めたものにカレー粉とトマト缶を入れて煮詰めたものに、さっきまでつけていたヨーグルトでつけていた鶏もも肉を入れていきます。カレーが完成しました。サラダと一緒に食べたいと思います。今週は長野との対戦なので長野の試合を見ながら食べたいと思います。小笠原選手はどんな選手ですか？僕はやっぱ後輩のカモです。小笠原選手どんな選手ですか？僕はね、情熱的情熱的だけど、ね、リリースの分ね、それはもっと外に出しよ。あのリリースの、あんな長文なってやってんだからさ、もっと外に出せよ、あの長文ね。もっと良くなる人として、選手として方が良くなります。横山チーム1のテクニシャン横山選手、どうや取れや。実は笑顔が可愛いハーヤン。お前の回じゃん、それやんの、お前の回じゃん、それやんの、お前の回じゃん。うわぁ、はや、お疲れ。お疲れ。1、2、おい、俺取れてんじゃん。いやぁ、できる。尺がロワッソー組大輔くんがめちゃめちゃ決めてる。ズームしてる。髪型かわいい。タックル数ナンバーワン。タックル数ナンバーワン。小川くんの回じゃないこれ。小川くんがすごいちょうど隠れてるな。あれ小川あっち。あれ小川おい、誰がカワンや。あれ、オカ。おい、誰が…あれ髪の毛で判断する。あ、こっちも…最低下になるかもしれない。あれ、救急…え、一番怖い世代。横何かして。あー、ご利用したんだけどな。もうさっき撮ったよ、小川くんが撮るものに対してみんな無視するみたいな、あれでいいんじゃない。それでいいんじゃない。そのなんかシリーズみたいにいいんじゃない。
良くない良くない全部かわされる同期仲良く行こう同期でーすおいおいおい仲良くないで言うなぎこくなるからクセ強おいクセ強クセ強96あと松村マジかあと榎本練習終わりの午後です、練習終わりは家にいることが多いのでよくコーヒーを入れて読書をしています、今日は熊本の時のサポーターさんからいただいたコーヒー豆を、自分でミルで挽いて入れていきたいと思います、さっき豆は挽きましたはじめは少し全体に、お湯を入れて、少し待ちます。すごいいい香りが漂ってます。2、30秒ぐらい置いたらもう一度入れていきます。だいたい2、3回に分けてお湯を注ぐことが多いです。お湯がしばらく落ちるまで待ちます。今日は図書館で岩田聡はこんなことをしていたという本を借りてきました。筑波の時の先輩に読んでみてと勧められたので、買ってもよかったんですが図書館にちょうどあったので借りてきました。これをお供に読書したいと思います。こんばんは。オフの日ですが、ほとんど一日中家にいました。景色はこんな感じで、ほとんど一日中こんな景色でした。特に物を言ってないのは、引っ越しの時にめんどくさいのでほとんど荷物を置かなくなりました。今日は家で本を読んでたので少し紹介したいと思います。と、一冊目は荒井祐樹さんのまとまらない言葉を生きるです。言葉を生業にする文学者という立場から、社会的な問題について考察しているのがすごく面白かったです。今日ちょうど読み切りました。それで読み始めたのが谷崎潤一郎の文章読本です。サッカー選手も言葉を使う場面もあるので、あと自分はちょっと文章を書いたりする時もあったので、もう一回文章とはみたいなところを
勉強したいなって思ってます。こちらは今日本屋さんで買ってきました。西加奈子さんの夜が明けるという本です。と YouTube で又吉さんが紹介してたんですぐ買ってきました。こんな紹介終わります。次は金村選手にお願いしたいと思います。一言抱負を岡君の意思を継いで頑張ります。ありがとうございます。